皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。ですね、ちょっと自分の著者のところに本が届くのが遅くて、今更ながらの告知なんですけど、新しい本を出しました。星空写真撮影ハンドブックという本を出しています。でですね、今まで出した本と比べると結構ね、サイズがだいぶ小さいんですよね。だからまあ見やすいってことで、手軽に持ち歩けるポケットサイズの本っていうコンセプトでまあ作りました。で、ちょっと今日はこの本の紹介と、あと今まで出した本も振り返ってみようかなと思います。星空写真撮影ハンドブックはですね、私まあ今までも結構本出させていただいてるんですけど、まあ毎回こういう話来るたびに迷うっていうか悩むんですよね。引き受けるべきかどうかって結構大変だからさ、やっぱりめちゃめちゃ時間取られるんですよ。どうしようかなと思ったんですけど、その前回出した星空撮影塾決定版ね、これが結構評判はいいんですけど、割と中級者目線というか、初級者の人だと難しい話とかも半分以上ですよね。初心者の人がこうとっつきにくいなと思っていたところがあったので、まあこっちをじゃあ初心者寄りにしようかなというふうに考えて、こっちのお話を受けることにしました。いや、星空撮影塾もね、最初はやっぱりその初心者目線で作ったんですけど、やっぱりその初心者の方もステップアップするし、で中級者の人とかが見ると、まあ上級者の方はこういう本読まないでしょうけど、中級者の方とかが読んだ時にやっぱり物足りないっていうところがあったので、まあその星空撮影塾決定版っていうね、こっちの本をまあ出版するに至ったんですけども、基本となる文章と写真全部自分が選びました。でその自分が書いた文章をもとに、そのライターさんがリライトしてくれてるんですけど、自分がこの本を作る時に気をつけたことは、やっぱりまあ写真撮影の技法もそうですけど、マナーのこととか、あと機材選びとかね、初心者の人がまあどういうところに陥りやすいのかっていうのをメインで一応書いたんですけど、この中で使われている写真ですが、極力自分が成形写真を始めた時の間もない頃の写真を使うように心がけました。まあ、最近の写真もあるんですけど、やっぱりそのやってることが全然違うんで、もう内容が初心者向けなのに載ってる写真がさ、もうガチガチだったら結構ギャップあるじゃないですか。ですので、懐かしい写真ばかりを掲載させていただいてます。だから自分もなんかこの本作りながら、あ、この時こんな写真撮ってたんだな俺っていうのも結構振り返ることができて、そういった意味ではすごく楽しい作業にはなりましたね。この本でですね、その被写体別の撮影方法っていうところが結構あって、例えば近所の風景と星座を撮ろうとかね、こういうのって今までの自分の本にはなかったと思うんですよ。まあ、ひとまずその近所でいきなり真っ暗なとこ行くんじゃなくてね、近所で星撮ってみようよっていう、まあ、そういうライトな感じで、この撮影時のポイントとかを紹介してるんですけど、なんかこういう被写体別のところがね、結構いろいろあるのが楽しいかなっていうふうに思いました。で、内容はですね、基本的にはその成形写真がメインで、天体写真とかタイムラプスはまあ1割もないぐらいですかね。まあ、9割型成形写真の内容になっています。で、まあポケットサイズなので、まあ持ち運びしやすいということで、皆さんの愛読書になってくれると嬉しいなっていう感じです。一応ですね、リンク先概要欄にありますので、ぜひこちら、ご購入いただいてですね、皆さんの撮影の一助にしていただければと思います。星空写真撮影ハンドブック、はい、よろしくお願いいたします。でね、ここに至る前に、私いっぱい本出してるんですけど、どれ買ったらいいですかって言われたことあるんで、ついでにいろいろ紹介していきたいと思います。まずこの星空撮影塾っていう本があります。これね、2018年に出したんだったかな。基本的にはその撮影方法を初心者目線で紹介しています。で、これに関してはもうこの実物がもうなくって廃盤になってって、電子版でお買い求めいただきます。で、これで DVD ついたんですけど、 DVD がついたんですね。この DVD で画像処理の仕方とか、まあ
紹介してるんですけど、この DVD のに収録されてる映像は私の YouTube チャンネルの再生リストの中に星空撮影塾 DVD かなみたいな感じで再生リストありますんで、そこから見ることができますので、電子版買った人この DVD 見れないんですけど、私のチャンネルから見ることができますので、ご活用いただければなと思います。載ってるその内容としては、まあ、今でも全然役立つ情報が多いんですよね。で、文字が大きくて写真も大きいのが特徴で、いろんな方に楽しんでいただく本なんじゃないかなと思いますんで、まあ、電子版のみになりますが、こちらもぜひ、お見知りおきをっていう感じですね。で、これがあって、今発売している星空撮影塾がこちらになります。星空撮影塾決定版ですね。で、これはですね、この全星空撮影塾を出した時に、まあ、さっきも言ったんですけど、もっと上の内容が知りたいっていうことを言われたので、半分ぐらいですね、ちょっと小難しい内容にしました。だから初心者の方が読んでももちろん、学べる部分はあるんですけども、後半になると結構難しいお話とかが出てきますので、最初ちょっとついていくの大変かもしれないです。で、中級者の方はこれ読むと、あ、こんなこともあるんだ、こんなこともあるんだみたいなことを考えて感じてもらえるかもしれないですね。はい。ということで、ちょっとね、レベルを上に引き上げたのがこの本になります。やっぱりこの星の撮影って専門用語がすごい多いじゃないですか。ただその専門用語は分からなくて、撮影方法をネットで調べても何書いてるか分かんなくて、結局自分の撮影の役に立つことができないみたいな話をあったと思うんですよ。だからそういった専門用語を理解するっていう上でも、この本ってすごく、上達する、学ぶのに適した本だと思いますので、こう撮影に行き詰まってるというか勉強しづらいなみたいな印象を持ってる方は、この星空撮影塾決定版をですね、ぜひ一度手に取って読んでいただければなと思います。これはまだ店頭で販売していますので、インターネットでもお買い求めいただきます。もちろん概要欄にもリンク先がありますので、ぜひこちらも見てみてください。で、星空撮影をする上でですね、撮影地どこに行ったらいいんだろうっていう考えてる方には、こちらの本はおすすめですね。星空撮影地105選という本です。日本旅行さんっていう旅行会社さんがですね、フォトコンテストを実施しました。で、フォトコンテストを実施して、そのフォトコンテストの入選した方の作品を本にしようっていうのが、この本の、目的になります。で、いろんな方のですね、写真が載ってます。私だけじゃなくて、今有名な人が駆け出しの頃の写真、入選した写真とかも載ってます。結構ね、楽しいです。で、この本で私が伝えたかったことは、まあ撮影地の情報って結構デリケートなんでね、ですごいマニアックなところを案内されても初めての人って行けないじゃないですか。だから比較的こうメジャーなところが選出されている印象ですね。で、その場所にトイレがあるのか、それから駐車場があるのかっていうことが記されています。特にね、女性はね、トイレあるかどうかって心配だと思うんですよ。私はですね、この本の話来た時にですね、マナーのところをすごく言いたいなって思ったことがあって、やっぱり星撮る人ってね、増えてきたんですよ、この辺りから。で、マナー問題が出てきたので、そういったマナーのところをみんなでちゃんとね、考えて周りの人に迷惑がかかんないようにっていう話です。車を運転する時にね、ライトをつけないで運転する人とかも出てきて、それで事故が起こったりとかっていうこともあったんで、まあ、そういった出来事を経験して皆さんに何かしらそのマナー問題をお伝えしたいなと思って、この本を引き受けました。でですね、今となってはね、もう有名人になっちゃったんですけど、カメラバカにつける薬っていう本を出版してるね、飯田智樹さんっていう方がいて、その人がね、こうやってそういったマナー問題を、ちょっと口うるさくならないようにしたいんだけどって相談したら、これ漫画描いてくれたんですよ。これもね、結構ね、楽しいところがあるんですよ。はい。なので、そういった撮影地情報とか選び方とかですね、そういうのを学びたい人はこれ、ぜひご活用いただければと思います。タイムラプス撮影の教科書っていうのを出版しています。はい。これは星だけに限らず、むしろ星の要素ちょっと2割ぐらいで少なめです。まあ、自分が得意としているそのタイムラプス撮影のノウハウをこう集めたやつですね。
どうやったらいいのかわからないっていう、まあそもそものところがわからないっていう話も多かったんですね。で、自分がね、それ苦労したの。すごい。学びたくてやりたいことはあったんだけど、それが実現できなくて、実現するにはどうすればいいんだろうってわかんなくて、すごい苦労したんですよ。で、たまたま家の近所にその岡浩一郎先生っていうね、あのタイムラプスで、すごく有名な方が住んでらっしゃったので、その人から手ほどきを受けてることができたんですけど、まあ、そうじゃなかったらね、なかなか到達できないところではあるんですよね。なので、そういった情報をもうめちゃめちゃぎっしり詰まってます。これもそういう情報をもう一括で、まとめたのがこの書籍になります。で、今ね、見返してもね、まあよく作ったなこれって思うし、こういう情報欲しい人には本当ありがたい情報ばかりじゃないかなと思います。まあ、星に限らず昼間の撮影とかね、あとハイパーラプスとかそういうものも含めて、スライダーローテーターの使い方などもですね、まあ、あとタイムラプスのソフトウェアの使い方とか、まあ、そういうのも含めてこれ紹介されてますんで、こちらタイムラプス、私のタイムラプス作品を見てですね、ちょっと興味のある方、もしくはタイムラプスでもうちょっと上達したいな、かっこいいの作りたいなって思ってる方は、これぜひ、ご購入いただければと思います。同じく概要に欄にリンク先がございます。はい。で、最後になりますが、天文ガイドっていう雑誌、皆さん知ってます？あの、日本の天文誌、星空関係の雑誌って、あの、星ナビと天文ガイドって、まあ、これが二大巨頭と言っていいと思いますけど、天文ガイドの方で私連載してるんですよ。星空撮影クイックガイドっていうタイトルで、毎月4ページぐらいですかね、ずつ、こうやって、あの、星空撮影ビギナーのためのカメラ選びだとか、まあ、設定だとか、まあ、そういったのをですね、紹介してるんですよ。記事だからこそ、こう、いろいろと細かく書けるっていうこともあって、こういう本ではね、一括でこう、紹介できないようなことを、こっちでやってるんですよね。なので、この天文ガイドをぜひですね、私の記事以外にもですね、まあ、マニアックなものもあれば、あの、すごくためになる、まあ、記事も多い本になってますので、これぜひ読んでいただければと思います。これはまあ、あの、定期購読っていう風にもできると思いますし、あと図書館に行ったりするとね、置いてあるんだよね、やっぱね。理科関係の本だから。だから、そういったところで、私の記事を目にしていただいて、そういう撮影の一助にしてもらえればな、という風に思います。というわけで、今日の動画は今までたくさん本を出す機会にありがたいことに恵まれまして、どれを買ったらいいか分かんない、成沢さんいっぱい本出してますねっていう話が増えてきたので、この星空撮影ハンドブックを出したタイミングで、解説をさせていただきました。今日の動画は、これで以上になります。この新書ぜひ、手に取ってご活用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。